小谷清野は、日本の柔道家、レスリング選手。身長162センチメートル、体重69キログラムという小柄な体格ながら、現役時代は、柔道選手として明治神宮競技大会で優勝したほか、昭和天覧試合や熊本、福岡対抗試合、満州、福岡対抗試合等にも出場して活躍した。また、 レスリング選手としてもロサンゼルス五輪に出場している。現役を退いてからは、欧州や米国等を歴訪して、柔道の普及と振興に尽力する傍ら、行動官や全日本柔道連盟で養殖を、歴任して長く柔道界の運営に携わり、晩年には行動官柔段くらいに列せられた。兵庫県田島町来郡中川村の農村の家に4人兄弟の末っ子として生まれる。 小学校時代は、相撲が好きで、体は大きくはなかったものの20人以上の、旧友たちを投げたり押し出したりして任していた。14歳で、兵庫県三陰市半学校に入学して、初めて柔道医を着用。この時に、柔道の先生に褒められた一言が、一生果ての柔道の縁となったという、竹内流の充実家で大日本武徳会教師でも、あった。 藤田群蔵の訓導を受けたこの頃のことを、小谷は全国大会前の1日3回にわたる練習は、とても辛かったとしつつ、1学期の試験と重なり練習をサボると上級生に、ビンタを見舞われるが、幸い自分は柔道が好きで、辛かったがサボらなかった。もちろんビンタも来なかったと実感している。三陰師範学校に優勝の栄誉を持ち帰った小谷らまた、当時は主に秋に、 近隣の各中等学校で柔道大会が開催されていて、おたりたちのところへも招待状が来ており、大会への出場申し込みをすると、トーナメントの組み合わせが印字された簡単なプログラムが送られてきて、そこに自分の名前が印刷されてあるのが嬉しかったという、1921年11月付で行動館に入門。 翌22年1月には初段を取得し黒帯を許された。後に寝てよしたって、よしの技ざと呼ばれる、おたりの柔道家としての第一歩であった。1922年末に大日本武徳会主催で開催された第3回全国中等学校大会の前には、学期末試験の勉強もそこそこに、登校前、昼休み。 放課後、ひたすら柔道の稽古に打ち込み、聖火で水泳をやっていた関係で、背中の皮がむけ、さらにそこに柔道院が擦れて、激痛を伴ったが、それをもこらえて飯よりも好きな柔道の稽古に励んだ、部員仲間のことを、おったには晩年に、最も懐かしい友人たちと解雇している。肝心の大会は中学校、商業学校、農学校、市販学校が一堂に開始。 両校5名ずつの点取り方式のトーナメント戦を2日間で8回戦まで戦う大掛かりなもので、お谷らの兵庫三陰主犯学校が辛い練習の回もあって優勝することができた。第1回大会の福岡県、福岡県立中学周遊館、第2大会の富山県、富山県中学校に次ぐ大会史上3番目の優勝校となり、新区の大優勝期を手にしたときは、 冠無量の思いであったとのこと。同年秋にも近畿地区の大学や専門学校の主催で中等学校の柔道大会が多く開催され、たくさんの優勝旗を学校の行動に飾ることができたという。この間、10月には行動館の2段くらいとなった。東京高等師範学校時代の校長は加納行動館長だったが、 実際に指導を受けることはなかった1923年3月に兵庫三陰師範学校を卒業後、20歳で上京し、東京高等師範学校に入学すると、長岡周一、桜庭岳志、橋本昭次郎ら行動官の重鎮の下で、それまでの試合本位の練習方法ではなく正しい技の指導を受けることに、小谷曰く最初のうちは随分苦しかったとのことだが、 一方で学校の稽古のない日や日曜日には、下富坂の行動館想本山へで稽古に通い、大学の学生との練習を楽しんでいたという、行動観では指導員の中の肖像に面白いように、投げられたが、投げられまいと無理な踏ん張りや、防御姿勢を取るようなことはせず、に、30回も叩きつけられて、礼をした後は張って更衣室に戻ることもあった。 このような稽古が功を奏して、自然と体裁きが体得され、当初は頭で考えながらかけていた技も無意識のうちに繰り出せるようになっていったという、前世時で身長162センチメートル、体重69キログラムという小柄な体育の小谷だったが、こうして磨かれた背負い投げを、生涯の得意技として体得し体格で劣る、ハンデキャップを埋め、 柔道評論家の黒田岳はその様をズバリ切って落とす名刀のさえと絶賛している。1926年の明治神宮大会に出場した時、試合前の待合所では、そわそわして用を足したり寝転んでみたりと、自身の緊張を自認しつつ、事前に作戦や相手の得意技を考えること等はしなかった。一度試合場に上がってしまえば逆に落ち着き、 雑念も一掃されて、組んだ時の手の感触を持って、自然に技をかけることができたという。その結果、予選リーグで、香川の村井真一と静岡の瀬谷博氏を破って、福岡の豪遊、須藤金作と引き分け、同点決勝で再試合となった須藤鮮やかな、内股で一戦。決勝戦では、東京学生柔道会ナンバーワンと言われた、立教大学の山本武史郎に、 背負い投げで畳を背負わせて優勝を果たしている。なお、当時の東京高等師範学校長は、可能時頃で晩年に、お谷はよく自分の理想とする柔道を習得したと満足期に語って海外へ、柔道の視察、指導に赴く際は、現地でデモンストレーションを行うために随行したりもしているが、学生時代には可能と直接話をする機会はなく、 行動間の紅白試合等で遠くから加納の顔を越見する程度だった。卒業を間近に控えた1927年になって、小谷とその同級生さん、4人とで加納宅を訪ねた際、和服姿の加納はこの、教え子らを心よく迎え入れて、しばらく談笑した後に筆を取り、普段は書かない単身テラシ一枚にしえ等の記号を書いて、小谷らに渡してくれたことが、 印象に残ったという。なお、この言葉の意味は、嘘、偽りなく、真心より生じる行いは、いつの世までも手本であり続けるで、可能の職ではあまり見られず数点が現存するのみで、ある。1927年より奉職した、旧制第五高等学校1927年3月に、東京高等師範学校を卒業すると、 熊本県の旧制第五高等学校に助教授として着任する傍ら、旧制熊本医大医岡も兼任で柔道の指導に当たった。小谷の解雇録によれば、熊本時代は寝技の練習ばかりで大柄なものを相手にして寝技をやっていると大抵に30分で腕がカチカチに固くなり、ここからが本当の練習だと今しめて一層汗を流したという。 汗が出ている時はまだ調子が良いうちで、2時間以上も続けていると汗が出なくなる代わりに、口の周りに塩を吹き、この時が練習を終えるタイミングだったという。一方、大日本武徳会熊本支部や中学校に出稽古に、赴くと、乱取りで、小谷が、小外刈りや払い腰、体落ち、背負い投げ等の得意とする技をかければ、必ず相手が転んでいるほどに圧倒的な強さを誇った。 同年11月に開催された熊本県と福岡県との対抗試合に、行動官五段となったばかりの大谷は、熊本方で出場することが決まると、大谷はここで、いきなり大将の重責を任されることとなり、熊本にとっては、第1回大会、第2回大会で、熊本の大将を務めた、宇ど太郎五段を副将に据えて、絶対必勝の体制で臨むこととなった。試合は前半で、 福岡が有利に進めたものの、熊本の牛島辰熊四段は四人を抜いて挽回し、後半では再び福岡が寄り戻して、福岡側に三人を残し、小谷に出番が回ってきた。小谷と名勝負を演じた、福岡の西小谷はまず、福岡方三勝で、先の明治神宮大会の雪辱もほどほどにした高に、引き分けを狙う須藤金作五段と、相見えた。 体重 70kg 程度の大谷は 30kg 以上もの体重差を跳ねのけて、須藤に1本背負い投げを2発見舞うが、いずれも勢いがありすぎたため、須藤の体は1回転してしまいだために、足で着地して、ポイントにはならず、それでも試合時間24分、最後は背負い投げに仕留めた。続いて、同じく体重1 0 0ラム以上の副賞、森崎一郎五段との熱戦を、今度は、 試合時間18分で払い越しに下して、試合の形成を5分に戻し、熊本陣営を狂気させた。対象決戦となった、河内の文武志五段との試合は、両者攻防の末に試合時間30分のうち20分以上が、過ぎた頃、出身の長岡周一の、しばらくで引き分けの掛け声に焦りを覆えた大谷が、場外間際で足払いを仕掛けると、西は、名人芸とも言える。 ツバメ返しに応じこれが決まって、福岡側に軍配が上がった。1時間近く試合をしていたと思うが、まだまだ試合のできる状態で負けたのは残念であった。腕等も固くったわけではなく、自分の不注意というか、精神的な面で欠けていたから負けたとおったに、1万5千人の監修や臨席していた、かのうじごろの前で、熊本の逆転優勝を演出することはできなかったが、 大会での大活躍と柔道史上に残る西とのなじ合いで観戦した人たちに強烈な印象を残し、小谷は柔道界において一躍その名を知られるところとなった。西も後に試合を終始優位に進めた小谷に対して、小谷さんこそ、東大並ぶもののなき名人。試合内容は全く私の負けだったと賛辞を送っている。なお、熊本県、福岡県対抗大会は、 両県民が互いにエスカレートしすぎて倹悪な空気が漂い、最後には両県知事が仲裁に乗り出して、この第3回大会をもって開催中止となっている。1929年に、お谷は、また、同年5月の5体例記念展覧武道大会には、当時の柔道家として最高の栄誉である指定選手32人の一人にも選出されている。同大会では予選リーグで、 慶応義塾での浅見浅市五段を相手に、時間いっぱいを戦って優勢勝ち、末継ぐ哲郎七段には、開始45秒で背負い投げで一本勝ちするも、三船門下の逸材、佐藤金之助六段との激闘では16分11秒に、判定を失い惜しくも、決勝トーナメント進出はならなかった。ほどなく、岡部平太の口利きで、満州、福岡の対抗試合が開催されることとなると、 1930年5月の第1回大会に、小谷は満州軍の副将として出場、藤野善二郎五段を上司法方に抑えて抜き、巨漢、島谷康之助五段とは引き分け、1931年5月の第2回大会には同じく副将として出場した、久永貞田五段と引き分けた。その後も1934年7月の満州と、東京学生連合との、 第6回対抗試合や満州、大阪、満州、長野といった対抗試合に対象として出場するなど、満州チームを統率する、中心選手として長く活躍した。この間、社会人としては、満州国政府の将兵により体育課長の任務を担ったほか、南満州鉄道の参事、新京政経部長、同総務部長といった要職も歴任している。同時に、 柔道の先生が教養がないとは思われたくない。柔道も強いが、人間的にも立派な人になりたいとの思いから、大連では、南山独の美容神寺に何年も通い続け、静かな部屋で座禅を組んでいたという。レスリング競技に出場したロサンゼルス五輪1932年、所属する南満州鉄道株式会社から、欧州、米国出張を命じられ、これを巡回する。 ロサンゼルスに滞在中の5月、柔道場に通う、レスリング選手とレスリングルールで試合をしないかとの打診があり、東京高等師範学校時代に少しばかり、レスリングの経験があった大谷はこれを快諾。大谷はこの試合をわずか5分足らずでホール勝ちに収めて、周囲を驚かせた。同行していた、行動官の吉田41四男と共に、 同じロサンゼルスで同年8月に開催が予定されていた、逸話大会のレスリング競技に日本代表として出場させようという機運が一気に高まり、講演会まで立ち上がる始末だった。以後、小谷は、逸話大会まで昼間は、レスリング、夜間は、柔道の稽古という生活を続け、大会本番には他の選手との兼ね合いもあって、本来の体重に見合うライト級ではなく、 二階級上のミドル級の選手としてフリースタイルクラスに出場することとなった。8月の逸話本大会では、河野義雄や鈴木栄太郎らた階級の日本選手たちの下半が二階戦で敗れる厳しい状況下にあって、なお自身もフリースタイルのフェザー級に出場し、後に日本レスリング界の父とも呼ばれる八大一郎は後日、小谷さんがあの時、 本来の階級のライト級に出場していれば、日本レスリング協会は創立早々金メダルを取っていた。実に残念なことをした。と、悔しさを滲ませていたという、ロンドンにて柔道のデモンストレーションを行うカノートオタリ五輪。大会後は IOC 委員としてロサンゼルス五輪に臨席していたカノー・ジゴロウと共にカリフォルニアでの柔道大会に参加し、 小谷はその場で、ロサンゼルス在住の有段者を相手に15人がかりを披露している。翌33年、1940年の逸話大会を東京に誘致すべく可能が、ウィーンで開催の IOC 会合に赴く際には、可能の娘婿である高崎正美六段と共に、この随行役として抜擢され、5月から12月まで半年以上の長期にわたる、 欧州各地での柔道巡回指導の一翼を担った。満州から遠路はるばるシベリア鉄道で通して始まった。この工程では、可能と新職を共にしながら、現地での指導やデモンストレーション等を行い、オたりの解雇によれば、現地の巨人連中を指導したり時には、真剣試合をしたりしたが、相手をいくら投げても一度も可能から褒められたことは、なかったという。それでもこの様子は、 各地の新聞に代々的に取り上げられ、ジュ度の名は急速に広まっていった。その後、1937年12月には行動官より7段位を排除。1939年には5月から12月まで南米各国を指導して回った。戦後、1946年12月に満州から引き上げ、大阪に大阪柔道クラブを創設して、 約250人の更新を指導した。1949年6月より、行動官に報職して、以後は、道官障害部参与や、審議会審議員、道場幹事長、道指導本部長といった要職を担い、国内外を問わず指導の普及、進行に尽力した。小谷の指導を仰いだ、細川熊蔵球団によれば、小谷は、同郷や同僧等に関わることもなく、 柔道を愛するものであれば等しく、誠意を傾けて接していたという。以後、その人格と技量を買われて、柔道指導のために歴訪した国は前日の欧州各国のほか、米国やフィリピン、ビルマ、カナダ等、実に十数各国にも及んだ。特に1953年から1957年までの5年間は、毎年渡米して2ヶ月間米国空軍,軍を指導するほどの熱の入れようだった。 曰く各国の柔道人と肌を触れ合い、共に汗を流していると、これほど楽しいことはない、柔道医姿が肉親同様の親近感を思わすとのこと。後段者の中には年を重ねてからというもの柔道医を着用しなくなるものも少なくない中で、小谷は晩年まで稽古医に袖を通して行動館の大道場に立ち続け、実際に若者らに胸を貸して、 汗を流していた点は特筆される。東京都品川区南大井に今日構え、1953年から法務省強制局教官や日本、体育協会参与に就任、1968年には東海大学教授を拝命して、そちらでも門生の柔道指導に当たった。行動館では、道場最高顧問や評議員、全日本柔道連盟においては1950年に、 幹事として着任してから長く柔道会の運営に携わり、1988年の法人化に際し、同連盟を退任する際には副会長となっていた、全国高等学校体育連盟に柔道部が創設された時には、全日本柔道連盟は、全国高等学校体育連盟に立ち入るようなことはしない。頼まれたことには協力すると語り、その後40年以上一貫して、 これを有限実行したという。一方で、この頃、本来の柔道が、点取り主義の勝ち負けに関わる競技柔道に、傾倒していった、当時の状況を心から外端し、正しい柔道への原点回帰を願う大谷が、その思いを周囲の人間に語る時だけは、普段温厚で物静かなその表情を好調させていた。百六十二年十一月に球団に、商談して赤帯を許され、 1972年11月には、行動館、創立90周年功労賞を受賞。1974年秋の叙勲では、勲四等随法省随法賞も授与されている。1984年4月27日の行動館100周年、記念式において事実上の柔道最高段位である銃段くらいを隠居、空位となっていた銃段くらいが埋まるのは、 栗原民夫が1979年10月に没して以来約4年半ぶり、実質的な存命者での銃弾くらいは、三船急増が1965年1月に没して以来約20年ぶりのことであった。商談に際しお谷は、図らずも銃弾を授与されたが、師範は地下でどう思っておられるかと謙遜すると同時に、先生、努力精進だけはする覚悟ですから、 よろしくご指導のほど、お願いいたしますと続けている。十段になっても、なお柔道医を着て、行動感道場で毎日汗を流す傍ら、自身の生涯を描いた、自伝、柔道一路引く、海外普及に尽くした50年体を出版する投資だ。1987年12月には、自身や、夫人の健康を考えて、郷里、兵庫県の西宮市に転居、転居2日前に、 突然、加納幸光行動館長の元を訪れ、長い間お世話になったけれど、病後日転居しますと述べ、送別の縁を開催する暇もなく慌ただしく東京を去っていったが、以後は成功不読で悠々自適の生活を送っていたという、1991年の夏頃より体調を崩し、加納館長が見舞いに訪れた際には会話することができなかった。同年10月、 肺炎のため死去、去年89、小谷の柔道界に対する多大な貢献から、行動感想を持って送られることとなり、11月15日に、行動館内道場でおごそかに取り行われた、会場には、各都道府県柔道連盟会長及び球団各位、原文米参議院議員らが駆けつけた、加納幸光館長のほか、全日本柔道連盟を代表して、南東記憶球団。 全行動官員を代表して、細川熊蔵球団が長辞を述べ、塩川桝重老自治省の長伝が読み上げられている、翌92年、行動官殿堂入り、など、ありがとうございます。